なんとも全部閉まってます。上も閉まってます。食べに行こうと思っていた大戸屋も閉まってます。この奥にはヤオコーがあるな。食料品はねやってるけどね、取られちゃうもんね。本屋さんもだ。やってないよ、全部だよ。お店やってる？あ、そうなんだ。食料品をやってるんだね。いきなりステーキやってる。いきなりステーキやってない？持ち帰りがやってるのかな？ここ持ち帰りやってるのかな？あ、でも、いや、食べに来てる人がいるからやってる。ラーメン持ち帰りできない。すごい。大戸屋やってないじゃないあれ。大戸屋やってなかったね。いなりステーキもお休みです。アラフィフのあゆみみんです。本日はですね、休日なんですけれども、ちょっと家でねご飯を作るっていうのもちょっと飽き気味になってきたので、まあ外食もできないということでテイクアウトをしてみました。今お昼なんですけども、時間がね2時過ぎてるんですけれども、買い出しに時間、はい、買い出しに行ったら結構やってないところが多くて、まあ、スーパーでね、ちょっと、はい、買ってきたのをちょっとこんなの。フードコート行ったら全部閉まってたね。フードコートほとんど半分閉まってましたね。で、ちょっと美味しそうなこう肉生春巻きロールとかですね、なんか、もうローストビーフの上にイクラとウニが乗ってるものですね、こちらが。で、これがパン屋さんで、これもまた美味しそうで、ロングサンド、パストラミ、なんかビーフがね、挟まっている。ローストビーフ？そう、ローストビーフが入っているパンを買ってきて、あとですね、2階のフードコートのお店は行かれないので、そこがちょっとスーパーの前でね、スーパーの前で出していた唐揚げっていうの、結構これ大きい感じなんですけど、こんなのを買って、ちょっと昼飲みを1個90円、まあ、100円だね。で、これは試飲かなんかね、美味しいんですよ。朝日ガーリックっていう新バージョン、はい、新バージョン。これね、試飲缶なんですけど、結構苦味があって美味しいんです。これでラガーっぽいね。うん、ちょっとラガーっぽいです、うん、いや、とりあえず、はい、はい、お疲れ様です。うん、うん、美味しい。多分発泡酒なんだよね。うん、発泡酒、うん、発泡酒なんだけれども、結構ビールっぽいっていうか、ね、ラガーっぽい味がして苦味があってね、結構美味しい。で、ちょっと今ですね、近所のそのステーションモール、ショッピングモールを行ったら、本当にお洋服屋とか全部封鎖というかね、やってなかったので、その映像もね、最初の冒頭かなんか流すかなと思うんですけれども、ね、あれは初めてだね。びっくりですね。不用意にね外出していけないので、食料品を買うぐらいね、ちょっと出ようかなっていう感じなんですけれども、しまった、間違えた。ここにね、ニシン目がある。あ、ここから切れば。ちょっとこのウニちゃん美味しそう。これちょっとやばい、一口でいっちゃおうかな。なんかね、下はね、雑穀米、ピンクなんですよ、見えるかな。下がね、ピンクで、上がね、イクラとウニが、はい、乗ってるんですけど、ちょっと一口でいっちゃいます。いただきます。
綺麗だよ。おいしい。うん。見えてる。これつけるの？あ、つけるんだったかも。つけるの忘れた。でもどっちに、あ、こっちか。生春巻きだこれは。え、怒っちゃってんじゃん。なかなかね、お弁当買って食べたことないので、まあ一回かもしれない。ウニです。今でもこれ、ウニとかね、マグロとか安くなっちゃってるらしい。ああ、そうかもね。美味しいよね。これちょっといいかも。うん、これはいい。肉とウニって合うんだね。ね。なんかあの築地に行くとこんな感じでいいお肉、A5 ランクのお肉の上に外国人向けのね、イクラとウニが置いてあって5000円とかで売ってますけど。オールスターズ。うん。あんな感じぼったくりもいいとこだなと思っちゃうんだけど。築地はね結構いいものかもな。物がいいもの、いいもの同士を掛け合わせて、日本人だったらなかなか使わないんだろうなっていうようなのを5000円でね、売ってるね、結構ね。大きいね。うん、甘い。これ。甘い。甘辛？うん。結構色濃いよね。でもこれ。あれね、味がついてるからこれ、色が濃くなっちゃったみたい。醤油。うん、甘辛。うん。これがビールに合うんだよね。この組み合わせは全部飲んでます。これあれだよ、ほら。美味しい、甘辛くて。唐揚げ弁当になってたから、ご飯に合うんだよね。そう。すごいカラッと揚げてる感じの、あの塩、醤油とお酒の味じゃなくて、ちょっと甘みがある感じで、本当それ美味しいね。これをいただいてみよう。食べた？食べてね。形変わってない。かぶってて、かぶってて、はい、これチーズが、これ半分なんですけど、ハーフサイズ買ってみたんですけど、すごい彩りも綺麗でね、一口で、うん、うん、うん、騒いでかぶりついたの届くみたいな、うん、うん、うまい、うん、柔らかいよ、これ。柔らかいね、なんかこの機会でも食べれないから、うん、味しっかりしてるね、うん、あ、全く入ってる。なんか柏市ではそのテイクアウトができるお店っていうのをネット上で探せるようなサイトっていうのを作ってくださったりみたいで、今後ね、そういうのを利用して、うん、あちこちね、今まで食べたことないようなところのテイクアウトしてみたいなと思っています、うん、ね。不用意ね、外出していけないけれども、うん、まあ、食事はね、楽しくお家でも食べたいなと思います。早く自由に外食できるようになってほしいね。ね。で、なんか今やっぱこういう時期でも結構仕事がね、ない方の方が多いかなと思うんですが、こういう時期でも結構強い仕事っていうのをちょっと私たちの中で3選ちょっと見てみました、うん、結構意外だったのが、うん、何でも屋さんっていうのがあるんですね。それが今すごいこんな時期でも逆に普通に仕事を受け負ってるみたいで、何でも屋さんって何かっていうと、ちょっと電気をね、あの届かないかつけてほしいとか、冷蔵庫設置してほしいとか、ベンチプレスを設置してほしいとか、本当にちょっとしたことも頼んだりするらしいんですね。あのご年配の方がね、女性でほら男性の力がね、あの必要な場合とかね、そういう仕事が結構需要が今でもやっぱあるってことです。庭の手入れとかもね、うんうん、あるらしいよ。こういう時期でもね、庭にやっぱ草とか生えてきて雑草取るとかね、うん、あと掃除するとか、あと遺品の、うん、あとかね、片付け、片付け、いらないものの片付け、うん、とかタンスとかもね、あれなんだ、壊しちゃう壊してなくす、とりあえずその場所から。そう、なんかそういう、うん、なんか何でも頼めちゃう仕事っていうのがこういうご時世でも全然あるっていうのを聞きました。びっくりしました。確かにそうですよね。この間聞いたやつはね、いらなくなったものっていうね、壊すんだって。思ったね、引っ越しもやるって言ったね。うんうんうん、なんか本当に何でもやるみたいだよね、うん、なんか年末とかは窓拭きとかもあるらしい。窓拭き頼みたいですよね、うん、家一軒みんな窓拭き、
からなんか頼めないことは逆にない。そうなんだ、うん、あ、だけど犯罪を切るような犯罪につながることは、うん、あの受け負わないっていう程度って言ったね、うん、それはね、うん、だから薬物を運ぶとかそういうの、そういうのはちょっとね、さすがにね、違法ですもんね、捕まっちゃうね、うん、だからね、仕事じゃねえじゃん、そう、若い子なんかでやっぱり仕事がないって方はそういう仕事もありかなと思います、あの、体力ね、うん、若い方ね、体力があれば、うん、で、あとですね、まあ、それが第1位で、第2位はやっぱりネット業界の仕事ですね。今こういう業界、ね、ネットで結構おまとめ商品が売れているっていうふうにね、うん、聞いてるよね。今この食材が余っちゃってるから、うん、あと物産展とかやるのに結構確保しておいたものをまとめて売るとか、デパートにね、あいなんかもネット今売れてるっていうの情報見ましたね、北海道物産展だけにね、そうそうそう、昔どこでもやってたね、あれも今なんか結構安くで出してるらしい、だからウニ、カニ、うんうん、イクラ、こういうのが余っちゃってる、うんうん、なるほどね、うん、だからなんかこの間とかうちの食堂でウニ丼初めて出た、えそうなんだ、うん、ネットをもしね、活用できるような仕事だったら、今だったら本当にそんなに不動っていうか、そのね、ただお財布の紐をね、結構締めがちなので、まあ、難しい部分もあるかもしれないけれども、いつまで続くか分かんないから、ね、分かんないからそう、不用意には買えないけれども、ただお家まで運んできてくれるっていうことで、ネットで購入する方も増えてるっていう話をね、やっぱ聞きますね。まあそれが2つ目、まあ3つ目はあとは何、あとあと何だろう、あと公務員って話もありますけども、公務員もね、あのいろんな業種があるのにね、やっぱ難しいね、先生とかはどうかなっていうところもありますけど、うん、ね、普通に働いてますからね、ね、もういつまで続くかね、わからないし、本当に、まあ、うん、どうやって稼ぐかっていうのを考える時期かもね、うん、今でも最近あれよ、都内でよく見かけるようになったのが、うん、ウーバー、うん、都内だったらね、もう、あれね、柏に来てほしいよね、柏はいないんですよ、うん、距離が長いからね、柏の場合は、うん、東京の場合は俺短いから自転車とかでもさ、うん、行けるけど、で皆さんのね、あの近くのね、そういうショッピングモールなんかでも結構そういうテイクアウト用、テイクアウト用に用意してあるものが結構あるかなと思うのでね、うん、ぜひ、そんな外食できないからね、だって初めて見たよね、ラーメンのテイクアウト、あ、そう、今日さっきね、写してね、あれ、ベニトラさんだろ、うん、ベニトラ餃子のね、うんうん、ラーメンと担々麺、うん、お持ち帰りできますって、麺とスープかな、うん、なんか固めに茹でるのかな、まあチャンスがあればそれもちょっと今度ね動画上げてみようかなと思います、うん、はい、デザートにですね、あの地元のところにはシャトレーゼがあって、こんな可愛い、見てください、可愛いんですよ、ちょっとこぼれちゃうからあれだけど、ピヨちゃんのケーキかな、食えないね、顔崩せないからね、はい、可愛すぎ、あと糖質 86% カットのムースケーキっていうのね、こんなのもあったので、ちょっとこれをデザートにいただいてみたいと思います、こっちは糖質カット、うん、こっちは糖質マックス、ちょっとわかんないですね、うん、すごい可愛いんだけど食べるのもったいないけど、ちょっとくちばしがあるよ、くちばし、そう、くちがあるんですよ、見えますか、ほら、可愛いですよね、やばくないそれ超可愛い、うん、生クリームだ、うん、うん、あ、顔が、顔が、これろうそく立てるんじゃなかった、あ、なんでケーキ食べてるんだっけ、うん、実はですね、ちょっとユミフリージアユミにチャンネルが、はい、本チャンネルの方が、まあ、1000人をもう超えまして、収録ができるようになった、認められました、ありがとうございます、皆様のおかげです、あの本チャンネルの方でね、あのぜひ収益化ができましたので、うん、お祝いでお祝いで買ってもらいました、ありがとうございます、今登録いくつ、
1500ぐらいいったかな、うん、だね。なので、あのぜひあなたも始められるといいと思います。あのやめなければいつかは必ず叶うので、やっぱり 100本やると変わるし、その後1000人に登録者数増えると変わるしって段階がやっぱりあるっぽいですよね。やってみると本当にいいかなと思います。達成感すごいね。うん、まあ嬉しいですよね。頑張ってきた甲斐があったということで、まあ、そんな感じで、あとちょっとこちらの方までいただいてみます。あ、なんかこんな、もうちょっとね冷凍になってるので、もしかしたら食べれないかな、まだ。マークルチョコだね、うん、秋色のね、うん、下の方1センチだけスポンジ、うんうんうん、あと生クリームです。このマスケーキっていうのをちょっと食べてみる。まだ硬くね。はい、あ、いや、そんなことない、柔らかく、うん、うん、もうなってる、うん、うん、なんかイチゴが入ってて美味しい、うん、え、糖質86% カットに思えないぐらい普通に美味しい。うん、甘い。うん、全然いける。カロリーは200。炭水化物も結構あるよ。うん、12.5。ケーキだからね。どうしてもそれぐらいはね。あ、でも全然いい。シャトレーゼさんは結構いろんな種類あったね。うん、ピザもあったしね。うんうん、ピザも同じぐらいじゃなかった、80、うん、いくつだね。ピザこそ本当に糖質が多いからね。本当はピザでやろうかと思ったんだけどね、ちょっとお惣菜コーナー行ったらね、うん、美味しそうなのがあったからね、うん、はい、こんな感じでケーキいただいてます、はい、こんな感じで家飲みも楽しんで、うん、家飲みじゃなくて、うん、テイクアウトの食事か、なかなか外で食べるのに ねこうやって買ってきて ね、まったりと、うん、まったりと家で、この後ここ 今事務所なんですけど、またこの後はね、うん、ちょっとお酒飲みながらになっちゃうけど、仕事をしながらね、うん、なんとかね、うん、乗り切っていきましょうね。頑張っていきましょう、うん、ではまあこの動画がね少しでもね、うん、あの応援メッセージになっていればいいかなと思います、うん、また、はい、あの外食じゃなくてテイクアウトの動画をどんどん撮っていきますので、よかったらチャンネル登録といいねボタンポチお願いします。コメントもお願いします、ね、はい、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。